皆さんこんにちは。今回は久しぶりなんですけれども、いろいろねコスメを買っているものが続々と届いておりますので、ご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回は、9点で購入しました、ロム&のこの、冬の限定シリーズですね、そちらがはい、まずはこちらの、パッケージングされた、限定のタイプなんですけれども、トラベラーズコレクションボックスというもので、中に入っているのが、この度ロム&が、ユニバースコレクション、ユニバースシリーズっていうんですかね、そういうコンセプトで新しく発売したコスメラインがあります。で、今回このパッケージに入っている、コスメと、あと単品でも販売されているものがありますので、こちらの、アイシャドウですね、単色のものと、で、このリキッドの、グリッターですね、こちらを、集めています。ではまずこちらのこのボックスですね、すごくちょっとこう、なんだろう、宇宙っぽい感じっていうんですかね、こういう太陽系のこういうデザインになっているこういう箱です。で、ここをこう開けると、はい、こんな感じで、まずはここに単色のアイカラーが2つ入っています。この左のカラーは単品でも販売されているカラーです。で、こちらのカラーはこのボックスにしか入っていない限定カラーになります。で、次のこのリキッドのグリッターも単品で販売されているうちの1つです。で、そしてこちらはグロスですね。これもこのボックスにしか入っていないものになります。で、最近ロム&この、ツヤタイプの、ティントが新発売しているんですけど、そこにもこれは入っていないですね。まず、こちらの単色のアイカラーで、もともとですね、こちらの、4色展開で単品で販売されました。で、私はセットに入っているもの以外の3色を、別のお店で、買ったんですけれども、こんな感じのね、パッケージです。単品で買ったアイカラーはこちらの3色で、で、こちらね、ボックスに入っているものと合わせて4色展開になります。もうね、どれも本当に綺麗な、もうグリッターのアイカラーになっています。パッケージはこういう感じで、エチュードハウスのルックアットマイエイジとかに結構似てるかなっていう感じのパッケージですね。で、プリントもね、こうホログラム感があってすごく可愛いです。実際の商品はこんな感じです。特に片押しとかも、特に模様とかもなくてシンプルな感じですね。もうすごくキラキラした感じがあります。で、実際に触ってみると、粉質がね、すごく細かくって柔らかい感触ですね。で、1番のカラーが、はい。すごく肌に馴染む、見た目は結構ね、オレンジっぽい印象が強いんですけど、塗るとベージュのカラーになっているので、で、中にこう入っているこのグリッターですね、すごく細かいパールに近いグリッターで、もう全然こうザラザラした感じも全くなくって、粉付きもいいです。グリッターはゴールド、あとピンク、少し寒色っぽいシルバーっぽいのも若干見えます。そして続いてはこちらの2番のカラーですね。これはボックスに入っているカラーです。先ほどよりもね、こう白っぽい明るい感じの色合いに見えますが、はい、塗ってみるとこんな感じです。先ほどとは違った寒色系のシルバーとか、あとホワイト系、あと水色ですかね、ピンクも少し入ってますけど、かなりこうアイシーな感じの明るいカラーになっています。そして続いてはこちらの3番のカラーです。これはね、結構複雑な感じの色合いに見えるんですけど、はい、塗ってみるとこんな感じです。少しオレンジ味が強い褐色系のパールベースに、中には、黄緑とかイエローとか、水色とかね、そういう感じのグリッターが入っていて、ちょっと偏光っぽい感じ、偏光パールっぽい感じのニュアンスかなと思います。そして最後はこちらの4番のカラーですね。これはこの4色の中でもかなり異彩を放っているような色合いに見えるんですけど、はい、塗ってみるとこんな感じです。赤みブラウン系の、パールベースに、こちらもグリーンとかイエローのグリッターがこう入っていますね。そんなに発色は強くないかな、塗る量にもよると思うんですけど、こちらもね、すごく綺麗なカラーですね。ちょっとこう玉虫色寄りの
8色かなという感じです。4色とも共通でやっぱりグリッターのすごく細かい繊細な発色がすごく上品でいいですね。で、色味自体はそんなに強くないんですけど、ちゃんとそれぞれ4色ともこう、違う感じのイメージで使える感じですね。そして、ボックスにだけ入っているこの5番のカラーですね。これが全くこう先ほどの感じとこう違う、今流行りの型押しですよね。いろんなこう色をこうミックスして型押しするっていうこういう感じです。で、見た感じはブラウンベースに、ホワイトとかあとピンク、ちょっとブルーも入っているんですけど、まあ、取る部分とかで若干こう発色が変わってくるかなと思うんですが、触り心地もね、やっぱり先ほどの4色とはちょっと違いますね。で、これはこちらに塗ってみます。はい、こんな感じですね。やっぱりブラウンのパールベースが結構しっかり発色する感じ で、中のグリッターもピンク、ブルー、イエロー、ミックスカラーのグリッターがしっかり入っています。で、グリッターのやっぱり強さも先ほどのこの感じの細かい感じっていうよりも結構こうところどころで強めに発色するような感じですね。すごくね、特別感があって、やっぱりこのボックスにしか入っていないので、このカラーがいいっていう方はね、絶対ボックスで買うしかないんですけれども、私はね、すごく買ってよかったなと思います。そして続いてはね、こちらグリッターですね。グリッターも4色、発売されました。で、こちらのカラーがボックスに入っているカラーで、こちらはね、単品で購入しました。とりあえずまだちょっと値段が高いので、もう少し落ち着いたらね、他の2色も買おうかなとは思っています。まずはね、このボックスに入っていた、2番のカラーですね。こちらからちょっと見ていこうと思います。まあ、見るからにグリッターの粒がね、かなり大きめな感じです。アプリケーターはブラシタイプかなと思いますが、まずこちらを塗ってみましょう。はい、こんな感じです。あ、これすごくいいですね。まず結構透明感はしっかりあるんですけど、細かいちょっとくすんだローズのカラーのパールベースにピンクとあとラベンダーとかのグリッターがしっかり入っていますね。で、ところどころに大粒の六角形の、グリッターもね、入っているんですけど、思ったよりもそんなにこう悪目立ちするような感じもなくって、でもかなり全体的にパールが強いので、光にこう当たった角度でかなりこうピカッと存在感が強く出る感じですね。そしてもう一つこちらのね、4番のカラーですね。これが唯一ちょっと青み系の4色の中のグリッターだったので、こちらだけはね、ちょっと先に見たいなと思って単品で選んだんですけれども、はい、塗ってみるとこんな感じです。あ、これもすごく綺麗ですね。ここまで青みの強いグリッターのこうラメのものって今まで私ちょっとここまではなかったかなと思うので、さすがロムアンドで作ってくれたなっていう感じの発色ですね。で、配合されている、ね、グリッターはやっぱりグリーン、あとラベンダーで、ブルー、ちょっと薄めのブルーですねっていう感じで、こちらもね、ちょっと大きめの六角形の粒がしっかり入ったものになっています。このグリッターの2色はもう期待通り、期待以上にすごくでいい発色ですし、ロム&でリキッドのグリッター多分作るの初めてじゃないかなと思うので、さすがといった感じですね。そして、最後はこちらですね、グラスティングウォーターティントというこちらのリップアイテムです。このカラーは、ボックスにしか入っていないタイプになります。パッケージはこれまで出ている、形と同じベースですね。でも全部ね、透明のアクリルケースですね。で、まずこのアプリケーターなんですけど、シリコンチップになっていて、もちろんベースは透明なので、発色はしないんですけど、中に、ブルー、グリーン、イエロー、そんな感じの本当に星空みたいな感じのグリッターが少しだけ入っています。で、香りはプランピンググロスとかによくあるミント系の爽やかな香りがします。で、塗り心地もね、すごく軽めなんですけど、しっかりこうフィックスしてくれる
流れにくいような感じのちょうどいいテクスチャーになっていますね。先ほどのねアイシャドウから、リキッドグリッター、そしてこのリップグロス、まあ、この全体的にこう夜空をイメージしたような、まあ、宇宙というんですかね、ユニバース、まあ、そういったすごくねキラキラな感じがコンセプトになっていて、本当にこれは可愛いですね。で、もともと私ロムアンド本当に今年ものすごくハマったブランドであるんですけど、ちょうどね前からちょっと欲しかった、チークですね、まあ、既存のチークなんですけれども、まあ、やっとこれを機会に購入しました、こちらのベターザンチークですね。もう有名なので皆さんもう持っている方多いと思うんですけど、まあ、今回前から欲しかったこちらの2色を購入いたしました。で、まずこちらは03番のカラーですね。唯一こうピンクラベンダー系のカラーがこちらになります。で、結構小ぶりですね。で、まずこれをまずこちらですね、塗ってみると粉質すごくサラッサラのかなり微粒子のパウダーですね。めちゃくちゃ肌に馴染んで本当に綺麗です。フェイスパウダーぐらいの細かさ、まあ、その辺のフェイスパウダーよりも全然粉質細かくていいんじゃないかなっていうぐらいすごくサラッとつきます。で、一応これちゃんとね色は乗ってるんですけど、発色がそんなにこう強くないというか、ちょっと白みが強いのかな。すごく肌に馴染む、めちゃくちゃいい色ですね。で、もう一色ね、こちらの05番のカラーですね。こちらは少しねくすんだちょっとオレンジカラーなんですけど、こちらも塗ってみると、はい、こんな感じです。なんか触り心地がすごくサラサラになるので、ちょっとやみつきになるような感じがします。で、色味もこんな感じですね。全然こう季節問わず使えるオレンジカラー、ちょっと赤みがちょっと深い感じの赤が入っているので、季節とかメイク問わずに使えるようなすごくいいカラーですね。 3C のねチークもこんな感じの質感なんですけど、それよりももっと肌にこうフィックスするような感じの粉質かなと思います。はい、ということで今回は9点で購入したロム&のリミテッドエディションユニバースシリーズのトラベラーズボックスと、あと、前から使ってみたかったロム&のチークをご紹介いたしました。このキラキラな感じ本当にすごく綺麗だったので、この冬いっぱい使いたいなと思います。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。